国立競技場です。女子サッカープロ化初年度で聖地開催が実現しました。 WE リーグ初代チャンピオンと皇后杯チャンピオンが向き合います。単なるリーグ戦の紹介試合ではありません。クラブのプライドをかけたこれ以上ない大一番です。 2021-22 ヨギボ WE リーグ第21節国立競技場からアイナク神戸レオネッサ三菱重工浦和レッズレディースの一戦をご覧いただきます。気象です。天候曇り、気温は少し高めです。 26.8 度、湿度 58.6% です。今日のゲーム放送席は解説は元なでしこジャパンサイドバック川上直子さん、そして元男子日本代表ボランチ福西崇さんです。お二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず川上さん、はい、最高の設定で最高の舞台です。いかがですか。WE リーグチャンピオン、初代チャンピオンに決まったアイナック対皇后杯でチャンピオンになりました浦和とのこの意地と意地のぶつかり合い、はい、非常に楽しみな一戦になります。福西さん、はい、代表戦アジアカップでは解説もしていただきましたが、はい、WE リーグの解説は初めてです。そうです、ドキドキしてます。あ、そうですか。そんなことはないですけどね。まあどちらにしても、はい、上位対決、まあ、タイトルを取った者同士が向き合うわけです。はい、今日はどんなところに注目されたいですか。まあ、このゲームでいうと WE リーグはね、マイナックが優勝したということはあるんですが、はい、今後ね、WE リーグを引っ張るためにはっていう意地がね、そう言ってあるんで、やっぱこの試合負けないというか勝たなきゃいけないって思いはあると思いますよ。はい、どちらも本当にまさにプライドをかけたゲームとなります。うん、順位表です。すでに両チーム順位確定しています。3位以下ご覧の通りとなっています。さて直近のゲームを踏まえてちょっとお話を伺いたいんですが、アイナックは前節野島ステラとのアウェイゲーム0対3で勝って優勝を決めました。川上さん、はい、初めてリーグ戦で敗れた後中3日優勝決定試合、簡単な試合ではなかったと思います。まあ、あの広島との試合で一つ負けたということで少しあのなんか肩の荷が下りたのかなと、ちょっとこう、リラックスして試合に入っていけたのかなっていうふうに思いましたね、私は。はいはい、さあ審判団を先頭に選手たち国立競技場のピッチに入場します。今日はさまざまな演出をセレモニーなどもありました。試合前、原畑道也さん、浦島凛子さんによる WE リーグアンセム WE プロミスの生演奏もありました。まあ、新規の違いはありますが J リーグアンセムも手掛けた原畑さん、1993年5月15日 J リーグ開幕セレモニー以来29年ぶり国立競技場のピッチに立ちました。さあそして、川上さん、浦和なんですが前節仙台とのアウェイゲーム2対3で勝ち切りました。でゴールデンウィーク3連戦3連勝、まあ、引き分け以下で優勝を決められてしまう中意地を見せましたね。そうですね、まあ、本当にあのその何試合か前に、ね、浦和次第ではもうアイナックの優勝が早くっていう場面あったんですけどね、はい、浦和本当に最後粘ってここまで来ましたね。さあキックインセレモニーが行われます。なんとおパス繋いでますよ。はい、繋いでいます。澤穂希さんと宮間彩さんです。繋いでどうする、どうすんだ。澤さんが浮かせる、宮間さん蹴る。お見事なピックインセレモニー。改めて2011年 FIFA 女子ワールドカップ優勝の立役者中心選手の2人、澤穂希さん、宮間彩さん、福西さん、国立開催にふさわしいレジェンドの登場でしたね。いや本当ですね。 もちろんね、 WE リーグプロリーグになる前からなでしこリーグを引っ張ってきてる人たちですし、はい、なでしこをここまでしてくれた人たちですからね。そういうところで言うと技術は衰えてないなと思いますよ。結構緊張すると思いますよこれ。そうですか、はい、一発勝負ですからね。という雰囲気も最高の空気感漂ってきました。さて今日のラインナップ予想フォーメーションでご紹介します。ホームアイナック神戸レオネッサ、ゴールキーパー山下彩香、竹重三宅西川の最終ライン、3列目鳴宮中島伊藤、右になんと WE リーグデビュー戦スタメンは初めてとなります。右天野鈴、左に森谷雅、2トップ田中湊斗坂口です。
サブには竹中、長江、井出、水野、高瀬、浜野、相川が入っています。今日の審判団です。主審小泉朝香、国際出身の33歳、今シーズン8試合目の担当です。副審藤田道子、山内恵美、フォースオフィシャル柳彩乃です。アウェイの三菱重工浦和レッズレディースです。いつものメンバーです。ゴールキーパー池田、最終ライン清家、高橋、南、佐々木、ダブルボランチ柴田と安藤、2列目は水谷、直本、塩越、ワントップ菅沢、結花です。サブも福田、上野、長島、柳沢、遠藤、上村、島田が入っています。三菱重工浦和レッズレディースを率いる楠瀬直樹監督です。今日は特別な戦い、レッズレディースの進化が問われる試合と位置づけています。円陣を組みますサウェイの三菱重工浦和レッズレディース。アイナック神戸、星川圭監督です。優勝を決めた後の難しさもあるけど、今日は必ず勝たないといけない。ただようやくプレッシャーから解放されて、今まで試せなかったことも試してみたいと話しています。まもなくキックオフ。さあ、今日の注目したいところをそれぞれの目線でください。川上さん、まずアイナックの方としては、今日天野すず選手ね、若い選手、国立開催で初スタメンということで、まあ、攻撃的な選手ですけれども、どうやって得点に絡んでいくのか、こう持ち味を、見せてほしいなと思います。福西さん、はい、福西さん、今日の注目したいポイントお願いします。はい、これはね、こう入りでしょうね。入り、なぜかというと、やっぱこの国立でできるって言ってちょっと気負ってしまうこともあるんじゃないかなっていうのもあるんで、もういつものサッカーがお互いにできるかどうかっていうのはなるんじゃないですか。今日浦和なんか楠瀬監督がちょっと我々おのぼりさんになっちゃってなんて冗談言ってましたので、うん、ね、そういうところでちょっとうまく試合にどっちが入っていけるかですよね。うん、先にエンジンを解いたのはホームアイナック神戸、レオネッサ右のエンド、遅れてエンジンを解きましたアウェイ三菱重工浦和レッズレディース。国立競技場で今シーズンの真のチャンピオンを決める意地と意地とのぶつかり合い、いよいよキックオフ。フラーボールです。長い球を早速前線に送っていきました。南萌香です。山下彩香、最終ラインからつなぎます。三宅しおり、まあ、始まって早々ですけど、浦和の方いつも11番清家選手、後ろでディフェンスの4枚の後ろからスタートすることが多いんですけれども、はい、今日前から来ましたね。西川にプレスをかけた黄色いスパイク清家機構、今日は前でスタートです。縦パスをカット、坂口、中島、西川に下げます。ここにプレスをかけるのが直本ですんで、清家機構と水谷がそれぞれ、右のサイドハーフ清家、サイドバック水谷ですね。まあ、てことはてこ入れじゃないですけどね、こう右サイドから攻めたいっていうことですよね。なので裏をどんどん狙うっていうことが右サイドの攻撃が面白くなるんじゃないですか。はい、西川が直本に当てて、そしてアイラックのこう3枚の、ね、はい、ディフェンスなので、はい、今日でいうと左の西川選手の脇のところに清家選手がどれだけ飛び出していけるかですね。はい、水谷です。浮かせたパスを狙いましたが、まあ、序盤は浦和がボールを持って徐々に陣地を押し上げてきました。激しいプレッシャー、森谷が足を出してなんとかタッチに逃げます。清家です。柴田えぐった。西川、まあ、森谷と西川2人で対応しました。このの森谷選手もいつもは右なんですけど、はい、今日はあのそうですね、清家対策ということで、はい、左にぶつけてきましたね。森谷が入れます。菅沢ヒール、西川にプレス、中盤の混戦、
直本クロスボール入ってくるのは菅沢、その奥から佐々木真由も来ていました。浦和は前節の仙台戦3得点したんですが、すべてセットプレーからでした。まあ、川上さん、強みの一つですね。キッカーに直本選手という、ね、素晴らしいキックをする選手がいますし、まあ、そこは自信持っているでしょうね、はい、前期にアイナックと浦和がやった時にはアイナックがセットプレーから2発でしたからね、はい、こういう試合ではやっぱりセットプレーというのは重要になってきますね。田中美奈が持ち上がってスルーパス、森谷が走っていきます。ラインを割りました。ゴールキックです。いい攻めじゃないですか。こう、はい、3人ペナルティーでは中いるし、逆に浦和でいうと4人目がアイナックの方が入ってきてるんだけれども、守備はちょっと少ないっていうことを考えたら、アイナックの方が攻撃の時にはしっかりと人数は入れてきてるんじゃないですか。はい、坂口今日前線です。長い球背後を狙う田中美奈、胸トラップからシュートまでいけるか。池田が出ました。田中美奈際どいチャンス、ゴール前に迫っていきました。際どいタイミングです。で、得点ランキング争いも今日はちょっと注目です。現在12得点を決めている浦和のエース菅沢、3点差で追いかけるアイナックのエース田中美奈、まあ、リーグ後半だけを見ますと田中が8ゴール、菅沢が7ゴールと互角です。ってこと考えたら今の入れたかったですよね、はい、試合のことも考えたらね、あれだけギリギリではありましたけど、いい落としをすればキーパーの位置が分かったと思うんで、はい、そこでシュートっていうことを考えられれば、まあ、余裕を持ってシュートは打てたかなと思いますけどね。うまい塩越し、かわして前に進んでいくところにちょっと引っかかりました、はい、スタニアサポート、ここでカットした成宮倒して笛です。お互いに切り替えで取るっていうことがこう意識的に今見えますよね、はい、そのドボールを取った瞬間にその距離感が近い相手をどう展開するか、今近いところを使っちゃいましたけど、逆サイド展開したら逆に言うと1対1の勝負ができたっていうことですからね、そこまでよく見られるといろいろ展開は変わるかなと思いますよね、はい、キッカーは中島恵美です。奥を使います。浜野鈴と競り合って最後触ったのは竹重です。竹重あかり、プレシーズンマッチを含めた2試合マッチアップした菅沢を抑えたということで、チームからは菅沢キラーと呼ばれているそうです。前期に対戦した時には、はい、彼女得点を決めたんですよね、はい、そこからやはりすごく自信を持ってプレーできるようになりましたね。あ、ええ、まあ、きっかけでしょうね、水谷です。安藤、高橋花です。南、まあ、浦和はほぼ同じメンバーで同じサッカーをしている、完成されたチームだと、アイナックの星川監督分析しています。選手のコンディションも上がってきて、さらに完成度も高くなっているんじゃないかということも言っていました。で、強みであるセットプレーの回数はやっぱり極力減らしていきたいということも言っていましたし、そのためにはサイドの守備が重要になるということも言っています。クリスさんも J リーグの時ってこう大体2月ぐらいから始まってもう年内に終わるじゃないですか、はい、この WE リーグ初年度こう 秋夏戦に変わったということで、2021年の2月3月から始まってもう1年経過してるんですよ、はいはい、1年5ヶ月ワンシーズンがあるということで、こう今結構終盤に来てね、みんな結構疲れはある状態ですね、うん、はい、疲れがあるし、まあ、間の、ね、休みがあったっていうところでの調整難しいと思うんですよ。そうですね、まあ、だからそういうところをまあ鳴らしながらっていうかね、これから考えながらこの秋春生っていうのを考えていかなきゃいけないっていうことでいうと、まあ、1年通してとかその長い期間を通してチームとしての力があるっていうことでもアイナックの安定度っていうのはあったと思いますね、うん、どちらかというと浦和はこう決まってきてるんで、その疲れがちょっと出ちゃってるっていう、まあまあいい面悪い面っていうことではあると思いますけどね、はい、まあ、でも浦和のベンチには本当有望なね、若い島田芽生選手なんかはすごくいい選手ですよね、うん、まあ、結婚した遠藤優選手なんかもいますしね、はい、どういうカードを切ってくるかっていうのも楽しみですね。
個の能力でいうと比較的、ね、もう代表クラスじゃないですけど、うん、代表を担うような、ね、選手たちもいると思うんで、まあ、こういうところでの、まあ、高レベルの争いっていうのはこの試合で見れると思いますんで、こう見てる方々 もうこう日本代表へっていう意味でもこれからこう見ていくと楽しいかもしれないですね。最終ラインから高橋が持ち上がって清家に預けて局面を変えようとしたんですが、成宮カット。だったらこう浦和行った方がいいですね。はい、うん、坂口、はい、名本選手は行きましたよね今ね。あれをもうみんなが一発目にやった方がいいですね。逆にアイナクがうまく剥がして右、天野鈴です。天野今日初スタメン、うん、勝負をしましたが、そうですね、引っかかりました。勝負させたかったんじゃないですか。残念、サポートがそういうサポートだったんで、うん、はい、まあ、ただね、初スタメンですし、こう見せなきゃいけない部分もあると思いますから、今のような積極的なドリブルっていうのはいいなと思いますね。最終ラインでつなぎます西川。ここに少しプレスをかけました。鳴宮を落として西川、森谷です。今日左中を使います。坂口、田中美奈、ターンして南が寄せます。さらに動く天野が詰めていきました。天野が狙っていました。さっきアイナックの、ね、8番の坂口選手がディフェンスラインの前で受けたんですけど、はい、あれをすごくトレーニングでやっていたんですね。ディフェンスの2人、南、高橋に捕まらないところでどう受けるか、はい、彼女はこうストライカータイプの選手じゃないんですよね。なので、まあ、その後誰がサポートして誰がに、うん、まあ、パス渡してじゃないですけど、崩しに入る時の起点ということではまあ、意識して、ね、ポジショニングを取っているので、やっぱそれは有効的に使った方がいいですね。清家仕掛ける、清家が行く、清家が行く、これが持ち味、折り返し、石川が足を出します。まさに清家らしく深くえぐりました。左膝の怪我も癒えたリーグ後半、存在感増しています。清家紀子、そうですね、パワーもありますしね、はい、ただ本人はそこまで好調という感じはあまりないです。ゴール前の精度を上げたいし、まだまだできると話しています。さあこの時間で浦和強みのセットプレー、コーナーキックのチャンスを得ました。名本ショートコーナーです。これ塩越、いいですか、塩越、塩越上げた、オーケー、笛が鳴ってアイナックボールでリスタート。南と西川かな、接触があったようです。ここです。森谷です、まあ、浦和はここをちょっと止めるの苦労してますね、サイドね、はい、逆に言うと、まあ、そこ裏を変えてじゃないですけど、今の清家が裏を取るっていうことですね、はい、ここの勝負になってきてますよね、まあ、序盤で言うと、はい、まあ、ポジションも森英治総監督が作り上げた浦和スタイル、いろんな選手がいろんなところに顔を出します、まあ、今はもう清家紀子は前線にいます。ですので 4-4-2 のような形。南です。佐々木、そしてどちらかというと名本がそのスペースを見ながら突破するのか、今手を挙げてね、ボールを呼び込んでいるのかっていうところですからね、うん、そこのバランスはしっかり取れてると思いますね。伊藤美希、はい、アイナックは逆に言うとこういうサイドをうまく使って起点作っておいて、先ほど川上さんが言われた通り、くさびにどうやって当てて、今中島がフリーなようにここに落とすかってことですね。まあ、そのサイドをどう浦和が対応するのか、うん、ちょっと後手に福西さんなってますか。うまくこう行ったり来たりしますね、だからいいところが出会ってるっていうか、はい、まあ、こういうところでもボラアイナが持てるわけですし、じゃあどこに起点を取りますかっていう中で取りたいんだけれども、浦和もしっかりこう締めてますよね、うん、でその時にサイドに起点を作る、じゃあサイドに起点を作ってからどうしますかっていうことになるんで、いいパスが出た、ナイス、体をうまく入れました高橋花、田中美奈へというところで、今その2つ前ですかね、右サイドで天野鈴が背後を取る動きをして近くの坂口につける、はい、まあ、そういうところ中に入ってくる、セカン
ドボールは競り合ってうまく体を入れた安藤梢。まあ、その天野すず選手のところ出なかったですけどパスコースが何個かあるっていうのはね非常にいいですね、うん。まあ、だから間が空きましたしね。西川が願って坂口だ。あの坂口選手は非常にキックの精度が高くて強烈なシュートっていうよりも本当にあの、うんうん、置くようなシュートをするんですよ。まあ、リーグ後半は本来中盤ですがフォワードの適性も見せて3ゴールを決めている坂口萌乃です。うん。まあ、これはこう日本女子サッカーの課題でもありますよね。ミドルシュートっていう、はい、海外行くと普通に今のミドルシュートはシュートは、ね、枠内だし、うん、もう決めるつもりで打てるっていう、うん。まあ、こういうことを続けていかないとやっぱ感覚もそうですしやっぱそれの練習もそうですしそういう意識がつかないのでこれを増やしていった方がいいと思いますね。なんか浦和の直本選手なんかこう意識して結構ね、うん、遠いところから足振ってるなとは思いますけどね、はい、そしたらそれを入れようとするしその練習をするようになるしでシュート打つことによって相手出てくるしっていうねいろんなことが出てくるんで状況が成形が入れた山下です。山下も東京出身ということでやっぱり自分にとっては国立のピッチ相手も浦和燃えていますと話しています。うん。前節野島ステラ戦で先制点をアシストしたのがこの山下彩香。ロングキックも持っています。鳴宮です。出ます。足を出してコースを変えました柴田花江。うん、いい守り方っていうか今外もあるし中もあるしっていうことで、はい。まあ、鳴宮もそれを狙ってたのでその駆け引きっていうのは見えましたよね。うん。ですのでボールを持った人がいろいろな選択肢を持てるような周りの選手の動きがいいというアイナック、うん、という認識でいいでしょうか。はいはいはい。だからその分ね個人の能力が高いからこそ次に出せるところは見えてるし、うん、見てるし、はい、だからこそディフェンスが駆け引きで動くっていうことの、まあ、勝負がね、はい、見えないところで行われてるっていうことですね。うん。なんで浦和的にはこのサイドを、うん、まあ、これは単純に言えましたけど、はい、このサイドにちょっと押し込みつつみんなでボールをつなぎながら、うん、押し込みたいなっていうことをやっぱり意図的にはしているかなと思いますので、はい。まあ、その分つなげるようになってリズムが出たアイナックの方がペースはつない、持っているかなっていう気がしますね。うん。でしかもそれ鳴宮選手がちょっと下がり出しましたからね、はい、冷静に対応した抜けていくかな上です。田中美奈も今日は2センターバックの強さに自分も負けずにキープして前に進みたいと、意気込んでいましたがまさにこの立ち上がり15分までそのプレーを見せています。まあ、あとはハイラインなんで裏も狙いたいということも言っています。持って上がります。坂口菅沢がここまでディフェンス。坂口預けてアウトのパス。まあ、狙いとしてはいいと思いますよ。まあ、逆サイドも見つつ裏をかいて手前っていうことですからね。はい、水谷です。西川か中島。おっとちょっとイメージずれました。16分というところですが川上さんどうでしょう入りとしては。まあ、アイナップの方はやろうとしていることは、はい、分かりますね。トレーニング通りかなとは思います。うん。まあ、こういうところですね、はい、こういう坂口が受けて右に展開します。ラインでボールを受けずにちょっと浮いたところでいかにフリーで受けて前を向けるかっていうところ竹重、天野鈴、左足。
ですのでどちらが今主導権という感じでもないですかね。互角。ボールを持ってる時間としてはアイナックの方が長いですけれども、はい、うん、そうですね、ペースとしては別にどちらも、うん、行きたいところまで行ってないかなって気がしますね。はい、カットした柴田、はい、やらせてないですね。ちょっと浦和もね、どちらかというともう少しペース上げてというか、うん、テンポ早くボールを回した方が相手は嫌がるんじゃないですか、はい、そこで詰まってしまってプレッシャーを受けてミスしてるっていうことがこう続いてるんで、はい、やっぱそれを直すためにもやっぱりペースを上げてテンポ上げて、ね、パスを回しつつ相手の狙いどころを絞らせないっていうことをした方がペースはつかめると思いますね。確かに川上さん、最近の浦和なんか見てますと本当にテンポも早くワンタッチパスで崩していくシーン、多かったんで、それを考えると今日は確かに慎重な入りかもしれません。旗が遅れて上がりました。まあ、はい、お互いよく分かり合ってるチームなので、うん、こうなかなかこう判断が一つでも遅くなるともう潰されますよね、はい、うん、まあ、こうやってねレベルの高いサッカーをずっとしてるとこれそれがまあリーグにもつながるし、はい、そしてそれが代表にもつながるわけですから、うん、こういうレベルの高い試合は続けていった方がいいんじゃないですか。でこれで左、あ、見えてたらな、うん、柴田は少しこれ塩越しの石見えてたら、はい、うん、面白かったですけどね。人数をかけて上がっていきます。剥がして鳴宮が逆に振る天野すず、うん、天野すずです。左に結構いるんで面白いんじゃないですか。これ天野すず、中に森谷、中に坂口、坂口大きいですね。狙いがしっかりボールを奪ってから展開して、はい、ドリブルして、そしてゴール前には人数をかけるっていう、あいなく狙いたいことはできたんじゃないですかね。はい、いい時のアイナクってこう人数がゴール前にねかけれてますよね、うんうん。まあ、ここもそうですけどお互いにねハイラインっていうか、うん、こうブロックの位置っていうのは比較的高いというかね、はい、中盤のところみんな集まってますよね、はい、こういうところをどう裏をつくか、そしてどうそのブロックを突破するか。佐々木のクロス、やっとサイドがねこう裏側としては押し込めた、はい、ことによって、まあ、ディフェンスラインは下げられたんで、うん、これは続けなきゃいけないし、はい、でそれを続けることによってペースはつかめてくるんで、まあ、得点チャンスも増えてくるっていうことですね、うん。高橋です。水谷、今度は右のサイドから崩しに行きます。浦和森谷が1対1つきます。サポートに行った西川、柴田が拾って高橋からもう一度作り直します。浦和南です。佐々木真由、柴田、水谷、もう一度柴田、うん、サイド変えます。佐々木真由スルーパス落とす、クリアしました。伊藤美希、まあ、前節仙台戦セットプレーから3得点しました、まあ、2失点しましたが楠瀬監督はちょっとしたことで無失点に抑えられていないんだけれども、その守備を改善するより得点を取りたいんだと、アイナックから点を取れていないんでこじ開けたいと言っていました。浦和はリーグ戦アイナック以外のチームからは全て点を取っていますが、アイナックからは点を取れていません。チーム37得点、リーグ最多得点の浦和、逆に6失点、リーグ最少失点のアイナック。チャンスですね。仕掛ける、仕掛ける、竹重がつく、国立競技場です。いや、今安藤選手もこういい抜けしましたけど、ここよく竹重選手、まあ、コーナーでしょうね、うん、はい、いやもう日本女子サッカー引っ張ってきた安藤選手とこれからの、ね、うん、竹重選手の熱いマッチアップでしたね、うん、やられたくないし、うん、いいですね。
安藤は本当にさらなる進化を続ける39歳、埼玉レイナス FC 時代を知る唯一の現役プレイヤーです。で、皇后杯カップ掲げたのが安藤っていうのもね、川上さん、いいシーンですよね。いや本当に、はい、あの運動量もね落ちないですし、うん、まあ、昔から本当試合終盤になると、あ、安藤選手顔がげっそりしてるって、試合あんちゃん頑張ってるねって他のチームの選手も言うんですよ。今週もげっそりしてたねって。まあ、あの年齢を感じさせないスプリントを試合中何度も繰り返します。安藤梢です。森谷が入ります。田中美奈、竹重持って上がって天野につけます。中に伊藤、手も上げた坂口、近くに寄ってきた伊藤につけます。ここを見た田中美奈、田中美奈、成宮です。西川、三宅しおり、長い球、左サイド受けていく森谷、宮城足元を狙いましたが引っかかって、ただ鳴宮、西川のパスカットしました。水谷、池田咲子です。まあ、ゴールキーパーも代表のレギュラー争い、ここ5年ぐらいこの山下と池田で争っています。いや、ここも僕はねちょっと注目してて、あ、そうですか、絶対やられたくないと思ってるんで、まあ、どちらも精度の高い飛距離の出るキックを持つ、はい、まあ、共通点もあります。うん、まあ、もう本当にね、そのキーパーが安定してるからこそディフェンスラインが安定するんで、はい、まあ、そういうところではこの2人の貢献度は大きいと思いますね。うん、でここからどうやって点取るかってなったら、まあ、ある程度ねこう守備が、あ、いいかも。受けていきました、直本、サイドありません。直本マイナス、安藤の前で最後のブロックっていうのを崩すのはやっぱお互いに苦労してますよね。はい、まあ、これがどうするかっていうか、ミスを取って早く攻めるのか、はい、しっかりとつないで勝負するのかっていうことですけど、はい、まあ、お互いに今は守備から攻撃をしっかりちょっと行きましょうっていう感じなので、うん、あと浦和とはちょっとこれコーナーキックじゃないですけどサイドをこう起点にして、はい、セットプレーを取るっていう、猶本の今の当てに行ったところもそうですけど、うん、ちょっとそういう意識もあるかもしれないですね。はい、なかなかこうやっぱり単純なボールでは突破できないですよね。うん、そうですね。南さんサイドバックやってた時、その時にもうちょっと行きたいなとか思わないですか、攻撃にちょっとこう比較的こういうところでね、はい、ボールをキープはできるけれども、うん、最後突破するのに自分も行きたいな、でも守備あるし行けないなとかってあるでしょ。うん、まあ、前に行く分にはでもいいんですけど、変えるのがしんどいです、ね、しんどいからちょっと行くのやめとこうかなみたいな。まあ、そういうねリスクをどう負うかがこう、ね、そうですね、相手を上回るかどうかなので、うん、そういう点では取った瞬間に下げるっていいんですよ、別に自分たちのキープするから。だけどそこに前にどう通すかっていうところを選択するかどうか、これがもう中盤の人のリスクの追い方っていうか、チームのためには追わなきゃ点は取れないけれども、はい、ボールを保持するためには下げるのが優先かっていう、まあ、どっちもね別に間違ってないんですけど、まあ、そういうのをこういうところでは見えるかな、こういうレベルの高い試合では、はい、でこれ取りました、このボールを取った、はい、どこに持っていくか、これ鳴海は前ですよね、はい、ってなると浦和としてはプレッシャーいって取りましょうということができなくなっちゃうので、ただ取られ方が悪ければもうカウンター食らうっていうリスクはもちろんありますよ。はい、浦和はこのさっき浦和が、取った瞬間っていうのは下げたんですよ、うん、ってなるとあいなくもブロックを組んでじゃあ攻め手がなくなってしまうっていうか、もう回して崩すようになる、はい、今あいなくはどちらかというと取って前に勝負いったんで逆に展開できたっていう、でもまあ浦和も早かったんでねブロックが、はい、下がっている分キーパー使った分やっぱりちょっと時間はかかりますけど、
まあ、取りどころによってもちょっと変わってきますけどね、はい、こういうのは多分男子でも女子でも一緒だと思うんでね、うん、まあ、川上さんどうしてもキック力と奪いました坂口、坂口中に田中美奈、森谷かクリアします。まあ、川上さんどうしてもキック力が男子よりもないということでサイドを変えたりするときっていうのはね何か中継経由しないといけないと、うん、そうですね、はい、そうですね、いうのあります。ってなると経由するところに誰がいるかっていうの、はい、そういう気が利く選手がいるかとかね、うん、まあ、それがまたサッカー脳って言われてるね、うん、サッカーのこう見方っていうのができるかどうか、はい、でもだいぶやっぱり蹴れる選手も増えてきたんですよね、うん、増えてきましたよね、うん、左右ともに飛距離のある正確なボールを蹴れる選手が出てきたので、はい、ええ、まあ、女子でも海外では本当に、ね、一発でサイズチェンジしますので、うん、そういうところにやっぱり少しずつ追いついてもいかないといけないですよね、うん、ある意味もうアイナックの山下、はい、選手みたいなのが中盤にいるってことですよ、ええ、山下ワンステップで、はい、背後でしたもんね、ですからね、でもあれは筋力っていうか、ね、恵まれた体ですね、うん、本当に能力、うん、まあ、浦和のこの池田も、うん、はい、佐々木です、南、うん、これで降りましたよね、はい、これで相手これ前これいいですよ、この前に行ったことでほらもう行けなくなったしずれた時にサイド開くんで、はい、いやいや、まあ、これ水谷選手が行った方がいいです、行った方がいいです、これも、はい、これも時間かかっちゃったんで、そうですね、こうなるとちょっとブロックが敷かれて、うん、はい、そしたらちょっとしんどいですね、ここからは上手い水谷、三宅が寄せます、三宅取り切りました、名本に当たる、まだある名本、このスペース、ゴール前、こぼれ球、佐々木もう一度ある、あるぞ、前を向けるか菅さんゆいか、前に出ました山下、キーパー、なんかゴール前の攻防がたくさんあってほしいなってこっちはね、うん、僕らは思いますけど、そうですね、今日本当にないんすよね、もうおそらく1万超える観客の方が来てくださっているのでね、ちょっと渋めのここまでです、いやだからそうですよ、レベル高いからこそのっていうか、はい、ブロックをしっかり組めるチームだからこその駆け引きとかこうサッカーの醍醐味っていうのはあると思いますね、はい、倒しましたがファウルなし、笛はない、田中美奈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 かわして、田中美奈ポスト、左ポスト、点を仰ぐ田中美奈、来たかと思いましたけどね、今はねいいタイミングだし、うん、ただキーパー触ったんじゃないですかね、池田触ったんですねこれはへって思いますけど、これ足かかってると思うんで、はい、でもその後にねキーパーがこう徐々に詰めながらで切り返した、ここまで余裕あったんでこれ触ったんじゃないですか、多分そうですね、うん、じゃないとあのゴール多分いかないと思うんで、でもこれ南選手ですか、ああ高橋選手もよく帰りましたね、あそこね、そうですね、プレッシャーを与えた分だけちょっとコースもなくなったし、いや、アイナクとしてはやっぱ決めたかったですね、もうこれをどうするかですね、決めなきゃいけないでしょっていうプレッシャーじゃないですけどふうな風に言うのか、まあね、日本なでしこのエースですからね、はい、名本、ただあれを取らないってなったら、はい、ディフェンスライン怖いだろうな、ちょっと今の判定でプレーも変わると、あでもいや怖くなると思いますよ、はい、ディフェンスとしては、おパス、塩越しパスにしました、柴田、あいいディフェンスで取り切りました、稲城神戸、いやいつもだったらあそこで塩越選手打ってるんじゃないかなと思うけど、やっぱりちょっと山下選手だっていうので、はい、あパスを選択しちゃったかなと、ね、それもあるんですかね、結構塩越選手も重いボールシュートを打ちますね、うん、打てますもんね、佐々木が体を張ったプレーでワンツーは欲しかったんじゃないですか、ただ柴田選手が後ろ向きだったってことですね、それも悪くなくて、後ろに選択肢があって後ろだったらいいですけど、はい、僕は選択肢がないなと思った後ろだったんで、だったら前向いてドリブル仕掛けてボールをペナルティエリアの中にこぼした方が可能性は高まりますよね、
より確実な選択肢を選んだという先ほどのプレーだったかもしれません、まあ、そこはその分狙われてしまったなっていう感じですけど、さあ浦和得意のセットプレー、そうですね、一つ猶本、猶本、山下が出る、大きかったですか、山下に話を聞くと猶本のフリーキックのボールは球上がって外国人選手のような球質なんだと話していました。なので逆にヘディングする人が楽になるということですね、勢いがある分、まあ、弾いてくれるんでね、まあ、そういう面では南とか高橋がヘディングしやすいということですね、はい、弱いと振らなきゃいけないんで、はい、福西さんはヘディングだから触るだけですね、はい、触るだけです、ドカーンというのはないんで、ただ触ることだけ考えるっていうかコースだけ考えればいいので、やっぱ球の質によるってことですね。清家紀子です、ちょっとねこう清家を裏で使いたいっていうところをちょっと埋められ始めたし、ある意味でそこを開けるためのくさびが収まらない、菅沢とかもそうだし、はい、猶本のところに一旦収めたいんだけど、やっぱそこ締めてるっていうか、アイナックがうまく守ってますから、ちょっとこのサイドを浦和としては使いたいけれども使えてないっていうので、ちょっとこうジレンマはあるんじゃないですか。アイナックはだからいい守備からいい攻撃っていうことはできてると思います、ね、はい、塩越し、まあ、受けてすぐコントロール振り向きざまにゴールを狙いました、塩越ゆずほです。まあ、前節仙台戦でも先制ゴール、ヘディングのパス、見事なコントロール、フィニッシュまで持っていきました塩越です。すごいな、半分超えますもんね、ハーフラインを超えた山下のキックです。川上さん、ちょっと山下前節、リーグ前半あまりこういうロングキックのシーンが見られなかったですよね。そうですね、近くでまあつなぐっていうことでしたけれども、まあ、トレーニングからも山下選手からでも一発っていうのをね、はい、まあ、それが前節の相模原出てましたよね、はい、まあ、動く人がいるっていうのもね大事なので、うん、やっぱタイミングを分かって動く、そういう選手がやっぱ1人じゃなくて2人とか出てこないと良さは生きないのでね、はい、猶本引っ付けて右、水谷4対4、水谷、水谷カットイン、ルカパスにしました、塩越、右サイド、これで右サイド見れれば面白いですね、あ、塩越左足中に正規待っていましたが跳ね返します、猶本中、スライディング笛です、あいなくもいいところでこう取りそうだったんでね、これ取ったら結構カウンターのチャンスで終わりましたね、はい、まあ、逆に なんか浦和の良さがこう出始めたっていうのはテンポでしょうね、これ、はい、竹重のスライディングファウルになりました。またこの位置からのセットプレー、中央に清家、奥に水谷、じりじりと南萌か、高橋花も入っていきます、もちろん菅さんもいます、猶本直接狙いました、クロスバー、最後山下触った、ゴールキックの判定です、判定はゴールキックです、難しいですね、はい、今のプレーです、はい、分かりません、いやでもいいとこ蹴りましたよね、はい、際どいボールでした、まあ、こうなってしまうと
まあ、山下のこのロングキック飛びます、距離が出ます。セカンドを拾ったアイナック神戸、三宅にじりじりとプレッシャーをかけます。菅さん、そしてこちらの清家、森谷です。森谷残せるかな、南カバー、柴田、水谷です。あ、入った清家、清家左に菅沢、その菅沢を使う、打ちました、正面。奪ってから、まあ、手数少ない攻撃でした浦和。そうですね、まあ、2人で突破しましたね、はい。まあ、これが取ってからどうするのっていうことですね。取ってからもう単純にね、もちろん1本で入ればいいし、シュートで入ればいいわけですけども、はい、それができないからこそどうやって経由して、まあ、どこを崩してっていうことですから、今のはいいシーンだったんじゃないですか。ここで入って天野すず勝負。もう次天野選手がすげえいいんですよ。やっぱペナルティーの中だし、ドリブルもしてるし、はい、じゃあもう今ドリブル来るなっていう相手に2人疲れたじゃないですか、うん、ってことは今度パスっていうことを選択に入れれば、相手は迷うわけですよ、うんうん、それだけどアイナックの選手がサポートに来てないんで、はい、これをちょっと加えると、あ、パスもあるなっていうのでディフェンスが2人行かなくなるん で、はい、で天野選手のドリブルは生かされるようになるっていう可能性もあるんですよね。福西さん、これはあえて言ってないのか、 あえて言ってないんじゃないですかね。この天野選手がドリブルっていうことを考えても、あ、はい、まあ、あ、その勝負しろっていう感じで開けてましたよね、はいはい。なのでもうこれで言うと浦和はそれをもう研究し始めたというか、はい、対策し始めるわけですよね、はい、こういうところで、はい、パスが出てきたっていうと、今もう浦和が3人4人いるんで、はい、もうさすがに突破ってしんどいんですよ。まあ、この辺りは1対1も強い南です、はい。でまあ、相手を下げてここで取って、今度は中で勝負って今手を挙げてますけど、中島が、はい、早くもらえれば今度真ん中に2対2なんですよ、こう、うんうん。ですで局面局面でどう人数有利を作っていくか、で結局ゴール前で人数はどうなのっていうことですね、はい。その局面局面で取ったところで点は入らないので、そうですね。でここで2対2、はい、もしくは、はい、今3対2、はい、で突破できたら今度はここで2対1ができるっていう、おお、ここは厳しいんだ。森谷のファウルを取りました。まあ、星川監督も今回は清家選手を抑えないと大変なことになるんで、森谷を左で起用しますと話していました。本来右のワイドのプレイヤーです。ホームのベレーザ戦でも、まあ、植木対策で後半途中出場、役割を果たした森谷です。はい、逆にこの清家がここにいるんで、はい、またね、そういうまた違ったことになるかもしれないですけど、プレオン、菅沢、塩越、塩越折り返し、後ろから来た、どー、来たー、浦和先制点、安藤梢です。コースにうまく蹴り込みましたね。さすがですね、安藤選手ね。いやー、塩越がここで粘って、ここ、ね、粘りましたね、はい。安藤のゴール、三菱重工浦和レッズレディース一歩前に出ました、国立競技場。いや、神戸としては、アイナックとしては人がいたんですけど、ちょっとボールのところに最後ね、いけなかったですね。そしてこれまでアイナックから点を取れていなかった、こじ開けたいと話していた楠瀬監督、見事に3度目の正直、こじ開けました。まあそこまで折り返せるっていう
ことを、まあ、アイナックはちょっと考えてなかったかもしれないですね。ゴール前にはしっかり人数いたんで、はい、まあ、塩越が、まあ、狙ってるかってちょっとコーナーキック取りに行ったのかなっていうのは思いは強いですけど、はい、ただやっぱりシュートとしてはしっかりと狙って本当にキーパーが取れないところを狙いましたからね、はい、さあこれでアイナックがどう動くか、まあ、ある程度、ね、時間を考えても、はい、まあまあ後半に向けてってなるとは思うんですが、でやっぱ点を 取らなきゃいけないってなった時に中盤の選手が、ね、やっぱ出ていかなきゃいけないし、背後に動き出した直本ちょっとパス長くなりました。結構中島が降りてきました、はい、降りてきた。じゃあ鳴宮はどうすんの、はい、前に行きますよね、はい、そうなった時にじゃあサイドをうまく起点を作りつつ、ああいいボール伊藤美希、右天野鈴、天野中サポート、おっとちょっとトランジション、菅沢が狙う、パスがずれたところ、かなり遠い距離、菅沢優衣か狙ってきました。得点ランキングトップ菅沢、中島です。前半残り1分少々、成宮、右天野鈴です。田中美奈安藤梢のゴールで浦和が一歩リードしています。国立競技場 Wリーグチャンピオンアイナック、皇后杯チャンピオン浦和、セケが行く、セケ折り返し、塩越、アウェイの新潟戦でもセケはあの位置からシュートで点を決めています。追加はありません。前半終了でホイッスル、安藤梢のゴール0対1、三菱重工浦和レッズレディース前半1点リードで折り返しです。前半を一言ずついただけますでしょうか、川上さん。いや、まあ、安藤選手見事なゴールだったと思います。福西さん、ゲーム的な紙一重かなっていうところですね、まあ、最後さっき決まりましたけど、ある程度自分たちの良さっていうのは出し合ってるんで、これまた後半はね、どっちに転ぶかっていうので面白くなると思います。2021-22ヨギボーウィーリーグ第21節、アイナック神戸レオネッサ三菱重工浦和レッズレディース前半0対1、浦和のリードで折り返しです。ヨギボーウィーリーグ岡田ダゾーン、
挑戦者には全選手サイン入り公式球など豪華景品が当たります。ぜひグッズショップにお越しください。またオフィシャルグッズショップは本日は試合終了後のお時間もバックスタンドを過ぎて皆様をお待ちしております。アイテム神戸レオリスがオフィシャルグッズショップからのお知らせでした。さあ、新国立競技場の皆様、こんにちは。ハーフタイムショーケース皆さんにお届けしていきたいと思っております。このオリンピックマークの目の前で少しちょっとね、5メーターの小さな四角いコンパネの板を用意させていただきました。 BMX、 オリンピックでもありました BMX 競技の若手のホープの選手たちを集めまして皆さんにショーケースをお届けしていきたいと思っています。それでは選手の登場、皆さん拍手で迎えてあげてください。イエス。さあ今日は4名のフラットランド BMX ライダーを皆さんに紹介をしながらショーケースをお届けしていきたいと思っております。さあ用意されたのは大きなジャンプセクションではなく真っ平らなフラットランド、平地を用意させていただきました。そして持ち時間は5分間プラスアディショナルタイム。さあ誰が一番やばい技をゴン攻めして決めていけるか、皆さんと一緒にチェックしながら応援していきましょう。さあそれでは行くぞ。まずは誰から来る、誰から来る、誰から来る、行きましょう。さあまずは女の子、小学生のライダーです、本村あかり。皆さん拍手あげてください。イエース、ありがとう。さあ行くぞ、ホームラカリンダイビングスタート。さあ今日は5分間の時間をいただきました BMX フラットランド、この自転車の極限を極地を皆さんにお届けしていく。イエス。さあまずは地面に足をつかないというルールを守って、さあそれぞれ乗っていく。さあそしてカリンとお兄ちゃんですね、ホームラライム。さあライムはオリンピック競技のパーク競技もワーを得意としています、フリースタイラーライム。さあそしてこの BMX にはマニアックなやばい技がいっぱいありますけれども、さあこの早川ルオは特殊な技の持ち主です。おっと、自転車を縦にしたバランスでさあスピンをしていきます。皆さんには今日 BMX フラットランドの若手たちのバトルを皆さんにお届け。さあそしてスピードスター BMX 界の若手のワントップ庄司優。さあ誰よりも速いスピードでさあスピンをこなしていきます。おー、すごいスピンですね。イエス、決めていく。さあ1分30秒経過、与えられた時間は5分の中。さあやばいやばい技をそれぞれ決めていく。さあ庄司優マイタイヤに乗っている。さあそこからさらに速いスピン。さあうまく最後はジャンプして決めていく。やばいね、いいですね。さあこの BMX フラットランドも今オリンピック競技の選考に入っています。おそらく次のフランスでもまだ可能性がある。その次のロスではおそらく競技になると思います。その時にちょうど活躍する世代、さあそんな世代の選手たちを皆さんに紹介をしながらショーケースを行っている。さあホームランライム、飛び技ジャンプの技を得意としている。わお。さあ完璧に決めていく。さあそして早川ルオは前タイヤの技。さあ特殊なポジションからさらにその位置を変えていく。 BMX フラットランドのショーケースを皆さんにお届け。さあこの4人は東京オリンピックの閉会式にも参加をした将来有望なライダーたちです。さあ皆さんにそんなライダーたちを紹介しながらそれぞれのヤバい技をさあ攻めていっている。さあ庄司優も
この走りは前タイヤを使っています。前タイヤと後ろタイヤうまく使いながら平地の上で技を行う競技 BMX フラットランド。イエス、ここでも決めていきますね。さあ、世界で最もレベルの高いこの日本、その中の若手有望ライダーを皆さんに紹介しながら、将来のオリンピアになってくれるのかな、そしてメダルを取ってくれるのかな。さあ、本村から11歳小学生決めていきます。背番号は00番を今日いただいております。さあ、高いジャンプ。2021-22ヨギボーウィーリーグ第21節、国立競技場からアイナック神戸レオネッサ三菱重工浦和レッズレディースの一戦をお送りしています。前半終わって0対1浦和リードで折り返しています。放送席解説は引き続き川上直子さん、福西崇さんでお送りしていきます。ではウィーアクションデーのご紹介です。ウィーリーグではリーグ理念の実現のためにウィーアクションという理念推進活動を行っています。ウィーアクションはヨギボーウィーリーグの開幕と同時に開始され、毎節試合のないクラブがウィーアクションデーを実施しています。第20節ジェフユナイテッド市原千葉レディースはクラブの理念に込められた地域に起こっているさまざまな課題をフットボールの力で解決するの視点をテーマに6つの取り組みを実施。知的障害者サッカーチームとの交流やビーチクリーンなど選手たちをはじめイベント参加者が社会課題について考える機会となりました。サポートするクラブに試合がない週はぜひウィーアクションデーを覗いてみてください。さて福西さん、ウィーリーグではこういう取り組みも行っております。はい、素晴らしいですね。その地域としっかりと根付いていくっていうのもそうですし、その方々に支えられているリーグでもありますからね、そういうところで一緒になって社会の問題を解決していくとかね、いいことじゃないですか。はい、本当に。はい、では前半をダイジェストでお送りします。Bリーグチャンピオンと皇后杯チャンピオン、国立競技場が舞台です。12分、坂口のミドルシュート、少し右枠それてしまいました。浦和、佐々木真由、すがさ前に出る山下、長い球ファウルなしで抜けた田中美奈、かわして、ここは高橋花と池田、決めないといけなかったですね。ここまで余裕あればね、いろんなこと考えたと思いますけど、ここまでのシュートまでのところでね、イメージはあったと思うんですが、やっぱ決めたかったでしょうね。直本のフリーキック、バーを叩きます。清家から塚沢、シュートに持っていきますが山下の正面。38分です。0対0の中で41分に得点が生まれます。菅沢持ってアウトのパス、塩越えぐって折り返し、後ろから安藤梢。この塩越の前はこの清家がボールを奪ったところからですよね。はい、今シーズンアイナック戦で得点を初めて取った浦和、前半0対1、1点リードです。スタッツもご覧いただきます。アイナックがシュート3本、浦和6本。浦和がセットプレーが福西さん多いですね。まあ、もちろんね、それは得意としているわけですから、そのサイドを崩してはいクロスを上げるにしてもいいし、セットプレー取れてもいいしっていうところではサイド崩しがね、肝にはなりますけどね。川上さん、一方でアイナックはちょっとコーナーキック、フリーキックともに少ない、コーナーキックゼロでした。もっといつも縦に行くシーンなんかサイドから多いんですけれども、今日なかなかこう
森谷選手のところは整形肥後選手対策ということでなかなかこう前にも行けてないのかなっていうので後半やっぱりもっと前に行くアイナック神戸みたいですね。はい、先にホームチームアイナック神戸レオネッサピッチに出てきました。交代選手はどうやらなさそうです。1点リードされているホームアイナック神戸レオネッサ WE リーグチャンピオン、遅れて皇后杯チャンピオン三菱重工浦レッズレディスチーム出てきました。18試合で6失点リーグ最少アイナック、18試合37得点リーグ最多の浦和。まあ、川上さん、はい、最強の矛が最強盾を貫くのか、それとも最強の盾はやはり最強なのかっていうね、側面もあったわけなんですが、まあ、今日の一つの試合勝負にこだわること、あとはこの国立でたくさんの観客の前で見せることができるのか、はい、あともう一つはこうもう来季に向けて選手の判断、こう使えるのか使えないのか、もうそこの判断もこの強度の高い試合で、はい、判断していかないといけないので、まあ、選手にも言っていると言ってましたね、こう来季に向けて生き残りをかけた一戦でもありますね、はい、リーグ戦は今日入れて残り2試合、まあ、1年5ヶ月以上にわたって同じメンバーでサッカーをしてきました。長かったリーグ戦も大詰めです。福西さん、後半はどういうところを注目していきたいですか。アイナックじゃないですか、それどういう出方をして点を取るかってなったら、今度は逆にね、浦和はカウンターをしやすくなるんで、はい、裏へのボールというのは増えるような気がしますけどね。アイナックボールでスタート、三宅長い球左前方に送っていきます。少し高くなりました。アイナックの方はね、はい、ベンチにこう高瀬めぐみというねストライカーいますからね、はい、こういつ投入してくるのかなっていうところも注目ですね。佐々木真由、高橋花、アイナックの今日の右側は若い2人、センターバックの竹重、右ウイングバックは天野鈴です。三宅に菅さんがプレス、スピードをちょっと変えて山下に下げます。竹重です。伊藤美希、竹重、成宮、ちょっと持って運びます。天野、まあ、浦和は今日は最初のフォーメーションは清家紀子右サイドバックでご紹介しましたが、もうこの後半の入りも2トップ気味です。プレッシャーをかけに行って奪い切った高橋花、高橋斜めのパススルーした、塩越には当たりませんでした。天野がカバーします。まあ、いい狙いではありましたね。はい、アイナックとしてはそこのプレッシャーを今度はかいくぐると、まあ、チャンスが待っているってことですね。山下です。石川彩香、成宮、足を出した安藤ですが、中島、これで前のペナルティセンターサークルのところにね、はい、スルーパス旗です。背後を狙った田中美奈、悪くないんじゃないですか。はい、一つ二つの判断、まあまあね、それが大きなことではありますけれども、それを早くすることによって今オフサイドではなかったし、はい、ただ狙うところっていうところを見る点では見えてたので、ね、どうやったら点を取れるかなとかっていうのを考えながらね、やっぱり逆算するっていうことも大事ですね。はい、菅沢が右に振りました。名本アウトのパス、清家紀子打つか、中に入れた、シュート、山下ナイスキーパー。菅沢もう一度、佐々木
塩越引きつけてパス引っかかってコーナーキックを取りました。山下ナイスキーパー、まあ、崩しとしては最高じゃないですか、はいはい、ここはスルーパスそしてクロスコントロールシュート最後止められてしまうっていう ね、はい、いい時間帯での追加点いくかと思いましたけどもね。浦和のコーナーキックショートです。名本お面白い塩越鳴宮が足を出しました。つなぎに行きます浦和です。ハーフタイムコメントアイナック神戸星川慶監督、相手の U の字の攻め方に対してそこまでやられてはいない、フリーの選手がもっとやらないといけない、フリーの選手が何もしていない、自信を持ってやってほしい、それから相手は疲れてきているんだから自信を持ってやろう、1点取りに行こう、まだ何もできていない、そう話しています。一方の浦和レッズレディス楠瀬直樹監督、メリハリをつけていこう、自分たちの時間をもっと長くしよう、無失点で抑えよう、シンプルな3つの言葉を選手たちに送っています。安藤梢のゴールで浦和がリードをしています。天野鈴です。浮き玉坂口塩越、塩越後ろからチェック、三宅山下に清家がプレス、石川持って運んで中島、森谷が狙う旗が上がります。まあ、あの辺浦和のディフェンスラインも、ね、うまくコントロールしてますよね、はい、でもちょっと前半よりこう森谷選手前に行こうかなっていうのが見えてますね、はい、まあ、フリーの選手がもっと頑張ってほしいという星川慶監督の話でした。動き出しを早くっていうこともあると思いますよ、はい、パスコース、ね、早く作って持ってる選手が早い判断ができればいいわけで、うん、それがこうね、アイナックは今いいですね。中島のフリック、田中美奈かわしていく、森谷田中美奈ちょっとポジション重なりましたが、ね、最後森谷ですね、田中美奈選手のとこ、はい、ここね、強さ持ち味出しましたね、はい、ここで打てたらよかったですけどね。谷が引っ掛けたところ、はい、森谷のシュートでした。ポストプレーで収めましたが流れてと浦和ボールです。ワンタッチ接触があったようです。田中美奈鳴宮も入っていきますが持ってパスにします。伊藤美希、坂口ヒル、塩越、まあ、冷静にプレッシャーを剥がします。ちょっと田中美奈の顔面にボールが当たってしまいました。大丈夫のようです。田中美奈は国立競技場はジャパンの国際親善試合で、プレーをしています。で、国立の芝短くて非常にいい芝なんだけれども意外と不規則な回転もするということも言っていました。田中美奈、はい、冷めて前を向く、つく南、名本サポート、いやあの辺の、ね、代表同士もいいですね。まあ前半からね、はい、こうバチバチやってますけど、いいんじゃないですか。まあ、南も防ぐ時もあれば南を
強引に振り切っていく田中美奈、一進一退です。伊藤美希が倒れてファウルの笛です。皇后杯チャンピオン三菱重工浦和レッズレディース一歩リードしています。まあ、浦和にとっては皇后杯のタイトルは過去7度決勝に進んで6度決勝に進んで7度目で初めてタイトルを取れたというまさに悲願でした。くしくも同じ年の天皇杯で浦和レッズが天皇杯のタイトルを取りました。アベック優勝。まあ、国立というピッチはそのあたりも縁も感じていると角瀬監督ゲーム前話していました。川上さん、ちょっとね、浦和の選手はなかなか国立のピッチ緊張感あるんじゃないかという話もされていたそうなんですけれど、アイナップの方は昨日前日練習を、はい、使ってるんですよね、まあ、浦和はしていないということで、まあ、その辺の違いもあったんですよ。伊藤美希に対しての柴田のファウルですか。天野スルーパス、田中美奈、田中美奈クロスボール、中島大外、森谷パスにしました。ここはオフサイド。いや、前のオフサイドですけど、少しずつアイナックが前に来ましたね。中島選手なんかもこう、はい、裏に抜ける動きっていうのが出てきましたね。中島はの優勝の表彰式に向かう時の涙はちょっと意外でした。まあ、アイナック一筋、はい、13年、はい、思いは強いでしょうね、ただリーグ初じゃないですか、優勝がね、はい、Bリーグ初代チャンピオンです。笛になった瞬間にうわー喜ぶのかなと思ったら結構冷静でしたよね、はい、なんでですか。あれはまあ、川上さん、次を見据えているというか、まあ、その試合の内容にちょっと満足がいかない。あ、そうですね、あとやはりこう、まあ、優勝っていうのは、まあ、ほぼ間違いないだろうってもうね、いう中での内容にこだわっていたので、あ、まあ、でもそういうところっていうのはもうチャンスです、まあ、観客もいるので、うん、もっと盛り上がってくれてもそうです、自分、うん、いいなとは思いますよね、かなと思ったんですよね。アイナックに交代があります。坂口を下げて高瀬を入れます。そして森谷を変えて水野を入れます。どちらも攻撃的な前線の選手とサイドの選手それぞれのポジションに入ると思われます。高瀬は何といってもキャリア通算リーグ戦100ゴールまであと1と迫っています。高瀬は川上さん、はい、ウィーリーグファーストゴールでもありますし、うすこういうビッグマッチは本当に強さを見せるプレーヤーです。いや、今日この、ね、国立でキャリア通算100ゴールを決めるか、はい、いや決めてくれると思いますよ、はい、あと24番入った水野選手っていうのはパワーありますし、縦への突破、はい、かなり、いいので、どんどん、ね、左サイドにボール持っていって激しめの交錯がありました、うん、伊藤美希と佐々木真由、伊藤にカード、はい、まあ、先にこう滑っちゃったんで、うん、まあ、でもちょっと遅れちゃいましたね、はい、両チームともスイッチ入ってきましたね、はい、まあ、アイナックは行かなきゃいけないんでね、ああいうところはまあ行くっていうのはもちろん分かりますけど、今流してくれても面白かったかなっていう。直本が蹴ります。手前、整形、その
前で伊藤、佐々木真由仕掛けるか、鳴宮がつく、鳴宮選手も守備の仕方がうまいですね、はい、うん、今の追い込み方もコース切りながら体が効きますよね、うん、伊藤美希に先ほどイエローカードが提示されました。まあ、鳴宮は星川監督曰く移籍して向上心もあるし新しいことに一番前向きに取り組んでくれたと、あとはもう少しメンタリティを上げてくれれば代表のビッグマッチでも活躍できる素質はあるんだということを言っています。そうですね、攻撃っていうところはね希望のあるものはあると思うんですけど、これまた守備がついてくることによってね、はい、世界との戦いっていうのはできてくると思うんで、狭いところをうまくパス交換つないでいきます浦和です。高橋原、池田先子、ノフボール振らして翼を狙いましたが三宅がうまく体を入れ替えました。伊藤美希、天野、直人がつく、パスにします。伊藤美希、背後を高瀬が狙っていきました。まあいい狙いですし、いいタイミングでしたね、はい、まあ、超えればというところでしたけど、ハンドがあったようです。なかなか川上さん、アイナックシュートまで持っていけない、まあ、浦和の方のね、はい、まあ、中美波選手、高橋選手っていうこの代表クラスの2人がねしっかり締めてますよね。途中出場の水野、そして木玉、まあ、あとはこのボール今触ったね柴田選手ですね、はい、この選手が本当にあの気が利く選手ですね、まあ、森英治総監督が築いた今の浦和スタイルにおいてまさに心臓部分を担います柴田花江です。まあ、2人のディフェンスラインの選手からすると助かる存在の選手ですね、はい、まあ、必ず、ね、もう前にいてくれますしカバーっていうところでもしてくれるんで、はい、やっぱチャレンジはしやすいですよね。ちょっとディフェンスラインと前線が、まあ、伸びてしまってスペース空いたかなっていうところに柴田が必ずいる印象があります。南です。直本、佐々木真由狙っていました。鳴宮、今日は鳴宮守備で光ります。三宅がちょっと持って上がってパス、柴田が体を張ります。よく足を伸ばしました。ここから裏はゆっくり攻撃、直本、水谷です。清家、清家、体を入れた水野の守備、中島です。鳴宮がちょっと寄ってきます。ここで引っ掛けました。安藤、直本、パス、アドバンテージを取ります。疲れても来るでしょうし、はい、やっぱこういうミスが増えてくると自分たちのペースはつかみづらいですよね、まあ、お互いですけど、はい、まあ、そこで前半ある程度いいところは出したにしてもやっぱサイドをどれだけ起点にできるかっていうところはね、まあ、両チームあったわけで、はい、サイドを起点にしつつ中のまあ、崩しっていうところ、はい、まあ、時間を作るところっていうのももう少しはっきりさせれれば、
まあ、相手は揺さぶりかけれるんですが、まあ、そこでミスを、ね、お互いにちょっと後半になって増えてきましたから、うん、なかなかうまくいかないですね、うん。高瀬が抜け出して行くところでファウルがありました。塩越し、塩越し取りました。アイラク、天野下げます。サイドというところではゲームの立ち上がりから福西さんもポイントに挙げていただいていますが、まあ、その中でサイド起用された、まあ、川上さん言えば抜擢ですよね、天野すず。もっと多分ボール触りたいだろうなとは思いますけど、はい、もっと田中選手とか、まあ、今だったら高瀬選手と絡みながらね、はい、突破っていうのも終始作ってほしいですけどね。塩越にプレッシャーをかける三浦、三宅です。ファウルになりました。今日は応援ハリセンも配られています。国立競技場、果たして今日の観衆が何人かっていうのも一つ高橋さん見どころでもあります。交代です。遠藤優が入ります。ちょっとポジションの確認をもう一度し直します。安藤梢のゴールで浦和が一歩前に出ています。そうですね、素晴らしいゴールでした。はい、これ柴田選手とおそらく水谷選手がボランチなんですかね、はい、右に遠藤選手、まあ、サイドをかけるドリブラーを入れました。セットプレーでリスタート。名本中に入ってきます。そうですね、柴田、水谷のボランチ右サイド、遠藤。山本、宮城です。天野すず足を出しました。山本です。66分台、水谷パス、鳴宮、伊藤美希に寄せます。ちょっと強めのパス、水谷、左足のパス落とします。水谷、名本追い越していく。佐々木ではなくクロスを入れます。山下が出ます。ちょっと足を取られましたんで距離は出ませんでした。まあ、ただ取った瞬間はね、もちろん一発狙ってましたから、はい、そういう面では、まあ、取った瞬間から攻撃っていう切り替えがね、キーパーから始まってる、そこの切り替えはね、本当この山下選手は早いですね。はい、星川監督に今シーズンの MVP は聞きますと、表の MVP は山下だと、うん、クロスボール、左足、右足振り抜いた、わずかに右、塩越です。右からの崩し、最後右足を振っていきました。塩越伊豆穂、いや枠外れましたけど、相当難しいですよ、ね、叩きつけながら、しかも自分が走っている方向と違う方に蹴るって、はい、ただね、やっぱこうサポート、その前のボールももらいたかったと思うんですけども、それが外に行ったことによって中に入ってくる、
まあ、そのポジショニングがもっともっといいところに取れるようになればもっと取れるんじゃないですか点は。はい、まあ、ちょっとさっき話途中になっちゃったんですが山下は表の MVP で、うん、裏の MVP は結構たくさんいて伊藤美希、鳴宮、などなど3人ぐらい、ね、ちょっと名前を挙げていましたが完全にこれはオフサイド取られてしまいました、アイナック神戸です。はい、中島選手、ね、抜け出たのもいいけど水野選手あそこ一、うんうん、人で突破できる選手なので、はい、一つ中に人数かけてもよかったかなとは思いますけどね。天野です。高瀬倒します。まあ、シーズンも終盤になっていろいろな個人タイトルなどなど気になってくる部分です。でもし川上さん、はい、山下彩香が MVP を取るとしますとですね、ゴールキーパーの MVP は日本女子サッカー史上初めてと、まだないんですね。J1 では奈良崎さんが取っています。まあ、でもあってもいいですよね。もちろんもちろん、それだけ1年間通して力を、ね、パフォーマンスを発揮し続けた選手ですから、はい、それは得点者であろうが、ね、キーパーであろうが、なかなか、ね、ディフェンスの人たちは、まあ、J リーグもそうですけどなかなか選ばれないみたいなことは、ね、ありましたけど、まあ、全チームから1人だけってなかなか難しいですよね。まあ、山下本人にそのことをちょっと触れてみたんですけど、いや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 私なんかがと謙遜をしていました。西川です。水野パスにしました。うまいです。ここからもう取りに行った方がいいですね、アイナックとしては。そうですね、はい、これで結構蹴るだけになるんで繋ぎに行きます。繋いだ、飛ばして残されましたね。残すポストプレー繋いでいきます。これが浦和です。伊藤美希右を使います。天野すず、高瀬ではなく鳴宮、足を出しました。南萌香、前に出た西川、前回の浦和戦ではコーナーキックの流れからゴールを決めたのが西川彩香です。竹重はフリーキックから決めています。星川監督は、まあ、あまり前回対戦のことはそんなに今回は関係ないんじゃないかなと話していましたが、まあ、何せここまでちょっとアイナックフリーキックが極端に少ないです。突破していきます。突破していく、後ろから倒して笛、PK です。リードしている浦和レッズレディース PK を獲得しました。遠藤のドリブルからのチャンス、まあ、PK かどうかっていうのは別として、まあ、遠藤選手の突破っていうのは、ね、はい、素晴らしい、まさに交代してきたわけですから、もうあの勢いがねこれを生んだわけでいいと思いますね。遠藤の特徴がチャンスを作りました。さあ菅沢です。菅沢選手ですね。12得点で最多得点、もちろんチームメイトに取らせたいという話をしていた山下彩香。止めた、ナ
下、まさに山下です。でしたね。まあ、決めてたんじゃないですか、もう菅沢選手は。まあ、それを間合いを取り方にしても駆け引きが、まあ、お互い代表でも、ね、知ってるのでね、うん、やりづらいでしょうね、うん、まさに山下です。ただコーナーキック、裏のチャンスがもう一度続きます。手前、頭で跳ね返しました猶本。粘るんですが残すかな、フラワーボールです。佐々木清家が呼ぶ、前に出ました竹重です。接触がでファウルを取りました、アイナックボール。さあ残りが75分台に入るところです。アイナック変わります。まあ、中島恵美を変えます。浜野舞香がピッチに入ります。キャプテンマークを高瀬に託した中島恵美。あ、フルタイム出場がねずっと続いていた中島なんですが、ここで初めて交代ということになりました。浜野がトップですね。田中浜野のストップで高瀬が1枚下におりましたね、はい、中浜の選手スピードあるので、はい、こうやっぱり裏アイナックには狙っていきたいですね。スピードが持ち味、18歳の浜野舞香を投入しました星川慶監督です。浜野は開幕戦で2ゴールを決めて以来ゴールがありません。左、水野旗が上がっていました。これだけ時間があったらなんとかオフサイドはならないようにっていうのは、これ出してと受けてですね、はい、本当もったいないですね。こういうのはこれだけ時間あるわけですから、はい、ある程度もうラインを見ながら、ね、相手が止めるっていうのもある程度わかるし、そうですね、南選手も、ね、うまく止まりましたよね、はい。ね、本当厳密に言えば分からないぐらいですけど、これオフサイドではないかもしれないですけどね、でも余裕があるんで少し時間を置いてスペースを作ってそこにスピードアップするとかね、はい、ちょっと工夫ができたかなとは思いますけど、まあ、アイナックからするとちょっとこの後半オフサイドトラップに引っかかるケースが増えています、うん、で、浦和は結構止め始めてるんで、はい、疲れてきてるもいますし、そういや疲労度っていうのはもうこの時間から出てきますから、はい、プレッシャーにもなかなかいけなくなってくるしね、そのボールに対してってなるとディフェンスラインがじゃあ引くのかっていった時に止めるっていう選択肢をしていることが多いので、はい、そこをねアイナックとしてはうまくタイミングをずらすっていうことができたら、そうですね、うまく駆け引きをね、うん、でサイドをこうやって開くんで、はい、サイドを、まあ、これでサイド使います。あ、いいと思いますよ。経由して、はい、この後ですね、はい、この後に中にもう一人入りたいですよね。あ、この後ろ二人いらないんで、ナルビア、浜野、菅沢、まあ、最終ラインまで戻されたいなく、三宅が長い球、田中美和、オフサイドです。さて今日の入場者数
11,763人です。もちろん WE リーグ最多観衆です。いや、まあ、この試合はアイナックのホームゲームなんですけれども、はい、あの浦和の運営サポートスタッフ、スチュワートさんと呼ばれるボランティアの方たちですね、そういう方の協力だったり、あの WE リーグの他のチームからもたくさんの協力を得てのこの開催ということで、WE リーグ上げての開催って感じですね、はい、そうですね。11,763人がね、いかにこう次リピーターになって見に来てくださるか、はい、そのためにはやっぱり残り時間もっともっと見せてほしいですね。楽しいなって思えるね、試合を。水谷が預けて清家が右へ、時間を使うパス回しですね、はい、佐々木が上がっていきます。斜め山下、背後を狙うか、ハマンの走らせますが体を入れ込んでラインを割らせました。さあ浦和に交代があります。水谷を下げます。長島玲奈を入れます。まあ、センターバックもできるサイドバックのプレイヤーです。左の前に入ったんですかね。左の一つ前の位置ですか。池田のパスをカットしました。アイナク、ナルミヤ、天野、長島が引っ掛けました。そうですね、長島が左の前のポジションにいます。フリック、クリアします。観衆の人数が発表になって湧いた国立競技場です。竹重、伊藤美希、南です。つながりましたね、はい、池田のパスから清家が落としてつないでいきます。まあ、あまり無理にいきません、はい。まあ、準備はもうすでに決まっているんですが、浦和はかなり勝利を、いや本当ですね、ね、そうですね、こだわって取りに行っています。安藤です。あ、遠藤です。北間、背後を狙います。竹重、天野、鈴、長島がプレス、これいいタイミングですね。ただキーパーはね、いいタイミングですね。まあ、これも一つ池田咲子の特徴の一つです、うん、もう裏に出す前から走ってるんで、はい、ちょっとアイナックとしては気持ちが前に焦ってしまいますね、はい。まあ、ちょっと素人考えで思うんですが、池田の今の飛び出しはオンサイドと判断をして多分前に出たんだと思うんですけど、あのゴールキーパーの位置から
オフサイドオンサイドある程度分かるもんなんでしょうか。いやそんなに分かんないと思いますよ。もう裏に出てくるっていう想定のもと準備をしてるんで、はい、もう出てきたんで、まあ、クリアしますっていうことですね。で、まあ、オフサイドであろうがオフサイドでなかろうがボールは出てくるわけですから、はい、まあ、その判断をどうするか、だからその準備をしているかどうかっていう点でいうと、もうボールを保持者がボールを持つ前から池田は出ようとしてたんで、うん、ディフェンスラインが止めてるよねっていう、だからこそ後ろは私が守りますよってい こう関係性ですね。これもある程度同じメンバーでやっている組織力、うん、もあるし、アイナックがやっぱ裏裏っていうところで出始めてるんで、やっぱ選択肢が縦への選択肢が増えてきたっていうことですね。はい、こうやって近くでこういうところで回したいと、はい、ただ、アイナックが、ね、習ったんで前に抜ける人、そしてサイドでっていうところの判断が今遅れてきましたよね。ちょっと今も取ってね、これ左、はいはい、展開してからこれ左で3対2、はい、高瀬、はい、で浦和が戻るんで、この駆け引きですよね、はい、ここでしょうね。はい、まあ、オフサイドトラップにちょっとかかり続けています。じゃあどうするのっていう工夫が見られるかどうかがこれからじゃないですかね、はい、もちろんね一発で抜けれればいいわけですけど、うん、これで何度もかかるよ。そうなんです、水野選手なんかスピードあるんでね、はいはい、開けといてトップスピードで入っていったら十分プレーできるんですけどね、とか出し手がもっと早く出しちゃえばいいんですよね、はい、まあ、そういうやり方っていうのは何とでもっていうかね、相手と駆け引きでもあるんで、タイミングを早めるとかでもあるっていうことですね。安藤梢のゴールで浦和が一歩リードしています。名本、長島です。鳴宮、伊藤美希、高瀬が呼んでいます。その高瀬左に後ろから水野、はい、ね、ここで右見てる人ってあんま少ないですよね。もうみんなが左行きますよっていうね、はい、だけど右にフリーで走ってる人がいるんですね。伊藤選手だったと思うんだけど、はい、違うか、鳴宮、鳴宮、鳴宮、はい、鳴宮が走ってたんですよね。ここ相手を向こうに行くよって思わせつつ逆を突くっていう。もちろんわざと1回向こうに置いて逆サイドに展開するっていうのもね、一つの手でもありますけど、はい、伊藤美希見てる選手がやっぱちょっといなかったですね。天野寄せます。長島、竹重、裏を狙うという点ではいいですね、はい、まあ、その後相手が下がったそのスペースをどう誰が使うのかっていう、はい、こういうのですね。ナルミア、天野鈴、いや選択か、今2人ともがちょっとマイナスに入っていってしまいましたね、はい、1人ね、飛び込む選手作れたらよかったけど、まあ、ちょっとこの接触でプレーが止まります。問題なかったですね今のはね、はい、ナイスタイミングで本当に裏にも抜けて、じゃあ今度はシュートを打つ気持ちがあったかっていうことで、選択肢の第一ディフェンダーがやっぱシュートコースを防ぎに行かなかったですよね、はい、あれ行けば、はい、中へドリブルできるんで、また選択肢が増える。中へドリブルできると今度待ってる人へ距離が近くなる、はい、そしたらいいボールでいいシュートが打てるとかっていうね、こうよりいい選択ができてくればもっともっとレベル上がると思いますけどね、はい、ちょっとですから今日のアイナックは次どうするかがちょっと読みやすくなってしまっています。後半です、まあ、1点取らなきゃいけないという焦りはあると思います、はい、まあ、その分、ね、サイドもこうラインのギリギリを狙ってますし、
こうなってからここで勝負でいいと思いますね。水野、はい、水野で次中がこれ中がいないですよね。中1人2人か。足を出しました。最後南、まあ、単純なんで、はい、もう今みたいに水野選手を使います。ではドリブルで勝負させて中に人数をかけときますでいいと思いますよ、うん。はい、中島がね今いつも結果を務めているんですが今中島退いています。ですので、遠見木がコーナーキックを蹴ります。かなり赤嶺さんこれは珍しい、まあ、でもあのキック非常に上手な選手ですね、はい、遠見木です。中三宅手前低いボール、この三宅が入っていきました。スタートを少し早め入った。またちょっとパスがイメージ合いませんでした。89分台残りわずかになってきています。テクニカルエリアで指示を送り続けている浦和の森英治総監督、複数回手を叩きました。下げます。ここも今日は前線のツートップ、清潔菅沢プレスをかけます。失わない繋いだ浜の高瀬、あ後ろから今も戻って清家の守備でした。追加は4分です。Bリーグ初の国立開催、1位2位対決、いいですね。国立でやっぱ選手 やりたいですからね、はい。あと天野のコントロールが長くなりました。ちょっとしたことですけど、はい、まあもったいないというか、お、うん、ああいうことで相手にちょっとペースを与えてしまうというか、はい、リズムが良くなってしまうとね。浦和は、はい、まあ、足つりそうな選手はね何人かいますし、まあ、かなり足を伸ばしています、はい、もうこの勝利のためにということで時間を、ね、はい、使うようなやり方にしてますし、まあ、それだけ、まあ、リーグは2位に終わりましたが、はい、勝利にこだわります。そうですね、ちょっと浦和にとっては最近失点もかさむ試合があった中で無失点で終えられれば、うん、はい、いいと思いますね。だから徹底してるって感じですね、はい、そうですね。浦和がこれだけこう交代をするっていうのも珍しいですからね、はい、ちょっと、まあ、やけ長い球チャンス、これで抜ければ、はい、抜けた、ないですね。で、あと3人も入っちゃえばいいですね。で、プラス1人、水野。ここは高橋がカバー。浦和ももう5人、6人下げてるんで。浦和交代枠を使います。上村翔子を入れます。塩越を下げます。上村は3試合目です。
けた、折り返し、高い球、ちょっと流れて、成宮後ろに下げてクロスでしょうね。ここで入り込む天野、うん、竹重が入っていきました。93分台目安まであと数十秒、まあ、南高橋が強いですからね、そこに前でどれだけ潰れるかとか、うまく誘っておいてその後ろのスペース入り込むかとか。スローイン入り切ります。石川、竹重も行きますが強い南です。急ぐアイナック、菅沢が収め、上村が時間を使います。アイナックボールリスタート、受けるかな、浜の前に出てくる池田咲子、ファイナルホイッスル、飛び上がって喜ぶ三菱重工浦和レッズレディース、皇后杯チャンピオンのプライド、この国立で見せました。0対1、リーグは2位に終わりましたが、首位アイナックにシーズンダブルはさせませんでした。アイナックはこれで2敗目、15勝2分け2敗、47ポイントのまま、浦和13勝2分け4敗、勝ち点を41に伸ばしています。まず川上さん、はい、浦和がこれだけ、ゲームをコントロールした非常に珍しいシーンだったと言っていいでしょうね。まあ、先制点が取れたということで、本当にあのディフェンスの集中力っていうのは素晴らしかったと思いますし、ベンチワーク含め非常に動いた試合だったなと浦和の方は思いますね。アイナックの方はやはりあの田中美奈選手の前半あれが入っていれば変わったでしょうね。まあ、この試合は浦和の勝利になりましたが、まあ、ウィーリーグの優勝というのはあいなくですし、はい、まあ、そこにはあの胸を張って自信を持ってほしいなと思います。皇后杯チャンピオン浦和、この国立であいなくに意地を見せ、福西さん、やっぱこういうのは今シーズンいいシーズンだったなって言える一勝ですよね。そうだと思います。はい、まあ、だからこそちょっとした差じゃないですか、あの喜びをもこの勝負に勝ちたいんだって思いがやっぱあったわけですし、はい、そしてそれがちょっとしたことで、まあ、浦和は、ね、点取ったという部分だと思うんで、やっぱレベルの高い試合だからこそそのちょっとの差がこういう結果に出てくるし、はい、そういう大事なところで決め切るとか、じゃあ流れを取り戻すところで取り戻せてるかとか、はい、まあ、守ってるかとかね、まあ、そういうところもあるんで、もちろん、ね、アイナックは PK 止めてるわけですし、まあ、そういうところでね、もう一つ流れを引き寄せてこれなかったっていうだけなんでね、いいゲームだったと思います。はい、Wリーグの最多観衆、この国立に詰めかけました1万1763人のサポーター。でもやはり、はい、ウィーリーグの初年度に国立でなんとか開催したいということでね、うん、この開催した本当に意味のあるものだったと思いますね。はい、うん、浦和もそうですね、この国立で男子のトップチームが、うん、タイトルを取ったという、この国立で首位アイナックに意地を見せたという21節大きな拍手、まあ、浦和もこの国立競技場、ホームタウン近いんですので、多くのサポーター詰めかけています。
では勝利しました三菱重工浦和レッズレディース安藤梢選手のインタビューです。ゲームお疲れ様でした。まずは0対1アイナックから勝利をしたいかがでしょうか。そうですね、チャンピオンチームと今日試合ができるということで自分たちも、意地を出して戦って勝ち切れて非常に嬉しいです。国立のピッチに立った安藤選手にとってはどういう意味でしたか。新国立競技場になって自分自身も初めてこのピッチでプレーできたのですごく幸せだなと思いながらピッチで戦っていました。キックインセレモニーにはジャパンのチームメートでもありました浅田さん、三山さんもいらっしゃいました。はい。そういうところではどうでしたか。2人に会えて試合前に少し会うこともできたんですけど、そこですごく元気をもらえたので、それもゴールにつながったかなと思います。皇后杯チャンピオンの意地を見せた一戦だったと思います。残り最後の一試合、ホームのベレーザ戦に向けて一言お願いします。そうですね、自分たちのサッカーっていうのを全員で最後までしっかり見せたいと思います。勝利しました三菱重工浦和レッズレディース安藤梢選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。浦和のサポーター詰めかけています。旗が揺れています。では続いて浦和の楠瀬直樹監督のインタビューです。ゲームお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。勝利をしました。どんなお気持ちですか。いや本当にほっとしてます。はい。楠瀬監督はアイナックから今年点を取れていない、何としてもこじ開けたいとおっしゃっていました。そうですね、なんとか本当安藤がいい点を取ってくれたので、狙い通りな点だったんでね、塩越の、えぐったドリブルから。たださすがに山下さんでね、PK 止められて、で1点だったので最後まで気が抜けなかったですけど、勝ててよかったです。最後はかなり勝利にこだわったようにも見えましたが、そのあたりはいかがだったんですか。そうですね、もちろん引き分けも許されない戦いではありましたし、みんなも意地があったので本当に勝ててよかったと思います。はい。国立のこのピッチにサポーターも1万1000人を超える方が駆けつけてくれました。そうですね、本当にアイナックさんの安本社長のおかげでこんな素晴らしい環境が整ってくださったので、ウィーリーグ全体でね、こういうところを盛り上げていければなと思ったので、本当にありがたいことです。また引き続き応援みんな来ていただけたらなと思ってます。はい。これでチームは5連勝ということになりました。次節最終節ホームのベレーザ戦、大きな意味を持つと思います。次節に向けて一言お願いします。そうですね、この勢いでね、最後いい締めくくりでまた来季につなげる戦いを見せられればと思っております。よろしくお願いします。勝利しました三菱重工浦和レッズレディース楠瀬直樹監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。国立のピッチで浦和のメンバーが、記念撮影をしています。柴田が先日200試合出場を達成しました。で、そうですね、負傷離脱中、現在リハビリ中、長船、栗島、一方氏ですね、この3人のユニフォームも共にあるということで、
直本選手200持ってますよね。あ、直本200、うん、光るって書いてたんで。あ、本当ですね、うん、あ、直本が今日200試合ですか。なのでおそらく次節、はい、セレモニーになるんですかね。柴田もまだですね、ホーム戦できていませんので、おそらく最終節でのセレモニーがあると思われます。さて、結局、まあ、浦和の勝利ということになりました。安藤選手、楠瀬監督それぞれインタビューをして聞いていただきましたけれども、川上さん、はい、どんな印象を受けましたか。いや、 やっぱり安藤選手はこう長年、ね、うん、女子サッカー引っ張ってきた中で、まあ、浦和を引っ張ってきた中で、はい、この国立で、ね、得点を決めたっていうのは、なんかこう私としても良、はい、うん、かったなと思いますね、うん、サポーターの方も非常に喜んでるんじゃないでしょうかね、はい、まあ、あとはやはりこれだけの、ね、観客の方が入ってくださったっていうことで、やっぱり、まあ、両チームの選手最後まで、ね、あの戦うことができたっていうので、まあ、今シーズンもあと1試合あります。また来シーズン、はい、本当に一人でも多くの方がぜひスタジアム会場に足を運んでくださるように、うん、お願いしたいなと思います、はい、ではハイライトの準備ができました。今日のゲームをダイジェストでお送りします。ウィーリーグチャンピオンのアイナック神戸レオネッサ、皇后杯チャンピオンの三菱重工浦和レッズレディス、ウィーリーグの21節は国立競技場が舞台です。前半の12分、アイナック坂口がミドルシュート、枠は捉えられませんでした。前半これはファウルを取られずに田中美奈が抜けます。一度かわしてシュート、池田が触って左ポスト。大きすぎるチャンスでしたね、はい、直本のフリーキック、これも際どいボールでした。ゲームが動きます。清家選手ね、取ってからですね、取られてからか、はい、菅沢塩越、一度折り返し失敗してもう一度折り返し、後ろから安藤コス、あいなく人はいたんですけどね、うまく安藤選手入っていきましたね、ボールが来るところに後ろから。素晴らしいシュートです、まあ、この辺りはしたたかでした、うん、安藤の先制ゴール。0-1、浦和リードで後半、まあ、アイナックは交代選手も入れながらでしたが、塩越、山下のナイスセーブ、ね、ナイスセーブでしたね、まあ、ちょっと浦和が余裕を持って後半入ることができました。アイナックも1点を追いかける中攻め続けて、まあ、最後は森谷、田中美奈との連携で最後森谷がシュートを打ちました。でこんなシーンもありました。途中出場、いや、清家のクロス、塩越、難しいボールでしたけどね。で、これですね、途中出場遠藤倒されて PK をもらいます。浦和キッカー菅沢、得点ランキング争いという中で山下、あ、これは盛り上がりましたねスタジアムもね意地ですね、うん、まあ、いろいろなフレッシュな選手も使いながら攻め続けたアイナックなんですが、最後は勝利にこだわった三菱重工浦和レッズレディス、プライドがぶつかり合ったこの国立開催、浦和皇后杯チャンピオンが意地を見せました。2021-22ヨギボウィーリーグ21節、アイナックと浦和0-1、浦和の勝利です。さあ、スタッツもご覧いただきますが、川上さん、まあ、星川監督は
できるだけフリーキックのチャンスを与えないようにしたいと言っていた中で、浦和のこのフリーキックの数です。まあ、前半もそうでしたがね、うん、はい、トータルで結局この数になりました。まあ、ああいうどうですか福井さん、こうフリーキックファールをもらううまさっていうのもありました。まあ、もちろんね、そのファールをもらうところっていうのもあると思いますけど、まあ、球際のところである程度、まあ、浦和も行くっていうところから取って、まあ、ガチャガチャするじゃないですけど、そこの場面っていうのが多かった分だけこういうのもあるかもしれないなっていうのは思いますけど、まあ、強みの一つでもありました。はい、まあ、アイナ君のシュート4本っていうのがちょっと少なかったですかね。そっちの方があれかな。そうですね。はい。さあ、次が WE リーグの最終節となります。勝った三菱重工浦和レッズレディースはホーム日テレ東京ヴェルディベレーザを迎え撃ちます。開幕戦のリバースマッチ、アイナックはアウェイでナックファイブスタジアム大宮アルディジャベントスとの一戦です。どうこの WE リーグファーストシーズンを締めくくるのか、もちろんクラブにとっても大事ですが、川上さん、リーグ全体にとっても大事ですね。そうですね。まあ、今日こうやって中継を見てくださった方、スタジアムに来てくださった方がまた興味を持ってまた見たいなと思ってね、次節も足を運んでくださることを願っています。はいはい、でもこれ中身を見ればサッカーの面白さって詰まってたと思いますよ、うん、その駆け引きとかね、はい、そういうところもこう見たところで、あーっていうのがこうグラウンドにいると全体見えるんで、まあ、そういうところも楽しんでもらえたらいいですよね。うん、こうテレビで見るのも一つですけども、うん、ね、会場で生で見るとまた違いますもんね。はい、ぜひ多くの方に会場に足を運んでいただいて、女子サッカーの魅力知っていただけたらと思います。最後になりますが、福西さん、 WE リーグ初解説改めていかがだったでしょうか。はい、WE リーグの、ね、1位2位をもうトップ争うチーム同士が戦ったからこそのこのサッカーの面白さって出ましたし、まあ、これが WE リーグだっていうところを見せられたと思いますから、これで、ね、他のチームも含めてこの両チームが引っ張るだけではなくてね、どん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 レベルが上がっていき、そしてリーグのレベルが上がっていき、代表 の活動にね、こうしっかりと還元できるといいますか、そっちにつながっていくようなね、そういうリーグにしてもらいたいなと思いますね。はい、川上さん、国立での解説いかがですか。いや、初国立だったんですけれども、はい、新しくなってからね、いや本当に1万超える観客の方が入ってくださって、こうすごくいい雰囲気を、ね、作ってくださったので、選手はすごくプレーをしていて楽しかったと思います。またこういう機会をぜひ作ってもらいたいなと思いますね。はい、放送席の解説は元なでしこジャパンサイドバック川上直子さん、そして元男子日本代表ボランチ福西崇史さんでした。お二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ヨギボウィーリーグ21節、アイナック神戸対三菱重工浦和レッズレディース0対1、三菱重工浦和レッズレディースの勝利しています。国立競技場からお別れいたします。